移住はしてみて、来るまで全くなかったのは、今までの人生でなかったのは、とりあえず玄関ガラッて開いてキャベツいるみたいなそういうなんか人付き合いっていうか、ご近所付き合いみたいなのとかが新鮮で、食べ物で困るってことがまずなくて、でお隣のおじいちゃんとかおばあちゃんとかがなんか庭になっとった柿の甘っちょろけ持ってきたわいとか言って持ってきて置いてあるんですよ。食べりんしゃいって言ってから、ありがたいですね。すごくみんな心地いい、親切が気持ちよくて、多分都会だとおせっかいとかちょっと干渉っていう言葉になっちゃうんだろうけど、こっちだと本当にみんな本当の親切心と、あったかいっていう言葉が一番あるのかな、それが実感できて、なんかそれを経験しないまま人生終わるよりは、本当にここに来てそういう経験ができてよかったなって思うし、そういうのがこう気持ちいいちょうど年代だったんだろうなと思って、やっぱり周りの、方たちがすごい子供が好きなんだなっていう、で優しく子供に接してくれるので、そういう安心感はすごいありますね。都会にいる人は特に、ね、こういろんなイメージの田舎暮らしとかあると思うんですけど、南島原、島原自体が、ギュッとしたこうなんですかね、詰まってる感じというか、で、自然とか温泉とかいっぱいあるしですね、でも田舎といっても何もないわけじゃなくて一通り揃っていて、とてもバランスがいいところだと思うんで、おすすめはしたいですね。結構移住組でも子育て中の方とかもいらっしゃるから、そこで情報交換したりとかして、あそこ良かったよ、こここうやったとかいろいろ情報交換もしますので、やっぱりこう、ね、東京で生活してると気づかなかったストレスっていうのがやっぱあったんだな、その辺がなくなったので、とても満足してます。撮影中に、どう表現しようかなっていうのはすごい悩んだところとかもいっぱいあったんですけど、結構僕は芝居をするにあたってロケーションにすごい救われたなっていうのが、最後の僕が告白するシーンとかも、気持ちを乗せるのにすごい風景に助けられたなっていうのはあって、感じることが多いんですよ、南島原って。でなんかちょっと感受性が引き出されるようなロケーションっていうのがたくさんあって、すごいそれに助けられながら、なんか導かれるような感じでいろいろ自分の中から出てきたなっていう記憶がすごいありますね。